はい、では引き戻し社長お願いします、はい、じゃあこれは30万円でありがとうございます。はい、さっきも言いましたけど熊本が好きっていうのと、はい、あとお人柄ですね、はい、すごい素直で言い方だったんで応援したいなっていう気持ちがありまして、本当はもうちょっと出したかったんですけど、はい、うん、ぜひ、はい、もう嬉しいよね。いや本当はもうちょっと出したかったんですけどもで理由が明確であればいいけどそれで止まるんだったらおかしいよね。いやなんかピザがねもうちょっとなんか、はい、マルゲリータがちょっとなと思って、はい、はい、あのシロップは良かったんですけど、はい、マルゲリータかなっていう皆さん視聴者の皆さんどうしたらいいでしょうか、これこのヒグマさんっていう存在を、トマピなんかアドバイスください僕に。いや本当に僕はなんか問題児が現れて岩井さんが生き生きしてて嬉しいなって思います。すいません、僕みたいな優等生ばっかじゃないってことです。竹内さん一言コメントいただけませんか、ヒグマさんに対して。でも楽しみしかないですよ。ねえ、なんか今までにないタイプで僕すごく戸惑ってるんです今。はい、